服だ。楽しかったな。なんか本当ね、一瞬だったね。一瞬で時が過ぎましたね。てかね、ごめん、ゲリラでやっちゃった。この写真はいつの？この写真は結構前、去年、ちょうど1年前な気がする。1年前ですかね。若元トレブルがた、またね、来月もできたらなって思っているんで、また来月お話ししよう。土日だと思います。もうほんと秒だよね。もうお話し会とかさ、リラがテンション上がって一方的に話しちゃったりするもんで。アンディロードショーね、できなかった土曜日ごめんね。土日配信できんかった。いつやろうかな。ほんと秒だよね。じゃあなんかさ、テンション上がっちゃってさ、えさえさ、誰もさ、これもさ、あーあーあーってさ、なんかなっちゃうくないっつって、なんかなっちゃったりとかしちゃいました。でも本当にね、みんなと話できるのは私にとっても結構でかいので、すごいね、やっぱ嬉しいよね。とても嬉しいよ。1分早いよ、1分は。帰りにラーメン食べて帰りました。なんかさ、前5分枠とかさ入れてたからさ、次回はちょっと5分枠も再開しようかなって思いました。昨日の服可愛かった。あのワンピあれワンピースなんだけど、デニムの、でも何の写真も撮ってないけど、ワンピースなんだけどね、
なんかね、久しぶりに来たね、あれは。ご飯は食べてない、なんかラーメンだけ食べた。昨日ギリギリまで調整したけど祝破壊で言って忘れなかった。キングス勝ったね昨日。なんか友達がキングス優勝おめでとうみたいなのっけてた。え、ねえ、やっぱ紫だったよね。なんかさ、昨日さ、紫じゃんって人もいればさ、え、紫じゃないよって人もいてさ、面白かった。結構紫なんで、後で顔出す予定だけど、結構紫なんす。元気だよ、一応。一応っていうか全然元気です。あー、まあね、紫って色落ちたらちょっと赤っぽく見えるから、それもね、あると思う。かいかい。でもね、来月もやります。また末ぐらい、まあ、6月24、25あたりでできたらいいなっていう感じです。温泉旅行の写真でもツイッター載っけてよ。第1弾って言っていいんかな。なんかね、富士山とリラで撮ったんだけどね、なんかリラの顔が全部残念なんだよね。なんか半目とかめっちゃ綺麗なの、富士山自体はめっちゃ綺麗なんだけどね。なんかハンメとか本当に、まあでもなんかいいのあったら、あ、ブログはマジで書きます。本当今月いっぱいにあげます。今月いっぱい、あと3日、まあ本当ちょっとブログをあげます。富士山登ってみたい。伊豆じゃない、箱根に温泉旅行に行きました。
富士山ってさ、登るの結構やっぱ過酷なのかな。でもな、リラも一時期めっちゃね、モーステレビレンタルしてる時あって、その時に見てた、見たな。結構やっぱ10合目、あ、5合目まではなんかバスツアーかなんか行った時に登ったことあるけど、やっぱ10合目まで行くとやっぱしんどいんかな。メガネ、どこ、リラのメガネあった。今もベッドに滞在中です。なんかもうついにさ、暑すぎてさ、クーラーつけてしまった。ちょ、消そうクーラー。クーラーつけてしもうたよ。今日雨でしょ。やだ雨。高尾山って東京にあるとこだよね。富士山は海外からの観光客にも人気だからかなり混むと思いますよ。だよね。最近観光客めちゃくちゃ多いもんね。ねえ、梅雨ね、梅雨やね。都内めっちゃ多くない？めっちゃ見るんだけど。それこそ箱根に旅行行った時もこれ言ったと思うけど、はあ、日本人より海外の方の割合の方が多かったもんね。沖縄には山はあんまないかな。あ、そう、箱根めっちゃすごかった。なんか、なんか箱根のさ、なんか坂登る電車なんだっけ？なんとか電車。乗って、すごかった。急行電車。首の思い出したけど、ランリーの寝落ち跡の TikTok すごく可愛かった。あれ、インスタのリールにはの、あの残してるよ。あの動画。今日インスタあげよう。あ、そう、箱根登山鉄道、あの電車すごかった。あと70人でフォロワーが1.8万人いく。頑張れ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 。
登山鉄道ね、感動したね。という感じでした。帰るでしょ。クマの子見ていたかくれんぼ、星に渡したと一等賞、夕焼け小焼けでまた明日、また明日、いない、いない。これはインスタのリールにあるんで、見たい方いたらてください。めちゃめちゃ顔、おばあちゃん、ね、おばあちゃんたち喜んでましたね。ほんとおばあちゃん会いたい、沖縄帰りたい。なんかさ、昨日さ結構夜中3時半ぐらいにさ起きて、なんて話そうとしたっけ。何話そうとしたっけ。あ、そう、帰ってきてさ、なんか結構夜中一人でさ、なんかラップ、なんかチルってる曲聴きながらさ過ごしてるんだけどさ、古い曲過ごしてるんですけど、なんか昨日ね、初めてね、なんかいつも YouTube で、テレビの YouTube で垂れ流して聞いてんだけど、なんか流れてきた曲がなんかわめっちゃいいなと思って、この曲 MV 見てたらね、なんか沖縄だったの、そこが沖縄で、あ、この人沖縄の人なんだ。結構ラッパーって沖縄の人多かったりするんですけど、この人沖縄の人なんだって 見てるじゃん。そしたらさ、私の地元だったの、その、まあ、何か所かで MV 撮ってたんだけど、その何か所かが私の地元で、えリアの地元じゃんってなって見てて、でなんか一気に帰りたくなった、自分の地元の動画とか自分の地元と一緒、なんかチルってるってなんていうの、なんだろう、チル、なん、チルってなんて言えばいいかな、A ビーチじゃない、多分全然有名なのかな、そもそも沖縄の人かもわからないけど、そう、そう、まったり黄昏る、なんだろう、黄昏る、なんかぼーっとしながら家で黄昏る、黄昏ながらなんか音楽を聴くっていうのがチルい、チルい曲っていうんかな。
まあ、チルい、まあ、まったりだね、まあ、まったりする感じ、チルい曲っていうんですけど、そう、なんかね、で最近のマイブームがね、なんかこれ本当になんか生きってるとかじゃない生きってるとかじゃ ないで聞いてほしいんですけど、なんかキャンドル焚いて、なんかこのチルい音楽を聞くのがめっちゃハマってるんですよ、個人的に。そうで、昨日もキャンドルた、ウニ起きてるね、キャンドル焚いてチルい曲聴きながら、なんかあ、沖縄帰りたいなーって思ってやってました。7月とか帰りたいなーって。てかさ、ちおりさんって卒業発表したんですね。今なんかツイッターの通知来たけど、卒業発表したんだ、知らなかった。ね、YouTube、自由チャンネルで発表したんですね。ミッサーもだってね、卒業発表してたよね。ミッサーと千織さん以外にも、あ、大森みゆぽんさんとかも卒業発表してたか。3日連続なんだ。ゆうちゃん卒業式。そう、ゆうちゃん卒業式だね。ねえ、そう、3日連続も卒業発表あったんだ。なるほど。アウトオブはあんま見てないな。なんかツイッターで、なんか最近ツイッターのさ、おすすめ機能あるじゃん。それでなんか流れてきたりするけど。
ね、でもアウト部もね、すごい、なんかすごいなって思いながら見てます。久しぶりに踊りにも行きたいし、ホモ元気かな。ホモは全然会ってないから分かんないな。元気だと思うけど、めっちゃバスケのツイートしてたからきっと元気だと思いましたよ。ね、ダンス動画と TikTok も全然撮ってないからな。バスケ？ご飯ね、聞いてほしいことがあるの。土曜日まず何してたか私記憶にないんですけど、多分寝てたのよ土曜日夜。うん、土曜日何してたっけ。あ、まず土曜日の朝、ん、土曜日何してたっけ。リラ、土曜日の朝ロッテリアをウーバーしたですよ。ロッテリアウーバーして一人でチーズバーガー、エビフィレ、ん、エビアボカドエビバーガーみたいなのを食べて、あ、美味しかったって言って寝て、でもそっからちょっと起きて、なんか多分何かして、でまた寝て、起きたらもう案の定夜ですよ。夜で、うわ最悪って思ってで、なんか何しようと思って、もうなんか映画でも見ようかなって思って、夜中ね、暇すぎてまた寝れないからどうしようかなって思ってたら、なんか、あ、オムライス食べたいなって思ったんですよ。土曜日はね、外出てないよね。オムライス食べたいと思って、ウーバー開いて、いやさすがにこの時間ってオムライスないかと思って、でオムライスぐらいなら作れるなと思って、自分で、お、作れるじゃんと思って、よし作るかと思ったと同時に、うわハンバーグも食べたいなって思ったの。ハンバーグも食べたいって思って、え、ハンバーグなんて自分で作ったことないな、どうしようかな、いやハンバーグも作るかって思って、なんか2時間ぐらいかけてね、一人でねハンバーグとオムライス、オムバーグ作ったの。
でもなんか見た目がちょっと最悪すぎて写真撮んなかったんだけど、でもね、まあ、オムライスはよく分かんなかったんだけど、ハンバーグはねまあまあ美味しかったの。ハンバーグはまあまあ美味しくて、ひき肉はなんか結構夜遅くまで空いてるスーパーがあって、そこにひき肉買いに行って作ったんだけど、そうだからね、今ねハンバーグのね残りがね、食べれるか、食べれるよね、なんか残りがね2つだけあるの、ミニハンバーグが、それを焼いて食べようかなって思ってます。キッチン初公開しちゃう今日。オムバーグって合体してるのか、なんかオムライスの上にハンバーグ乗っけるみたいな形でやってますね。でもねハンバーグは結構、あやばい、なんかちょっと、あ美味しくないかもって作りながら思ってたんだけど、そうでも大丈夫だった。カニクリームコロッケね。カニクリームコロッケってどんなして作るのかな、でもめっちゃ時間かかった。2時間ぐらいかかったよ。オムライスとハンバーグ作るのに。だからハンバーグもさ、あの作り方あんま分かんなかったからさ、なんか美味しいハンバーグの作り方って言って、めっちゃレシピ調べたりしたけど、これでキッチンが大きなアイランドキッチンだって笑うな。なわけ。なわけないやろが。食欲は、うん、食欲は健在ですよ。そうだからハンバーグ焼いて食べよう後で。動画の簡単パスタ作って食べたらカロリー多すぎた。カロリーとか全然気にしたことないな、もうここ 2,3 年ぐらい。一時期カロリー気にしながらご飯食べたこと、ご飯っていうかあったな。材料はか、いや、ひき肉だけ買いに、ひき肉と、あと、何だっけ、ウインナーだけ買いに行った。ご飯はね、家にあるからね、ご飯炊いて。砂糖のご飯でオムライス作ろうかと思ったんだけど、砂糖のご飯でオムライス作るのもったいないなと思って炊きました。いつ焼こうかな。
9周年の時ランリーうちは新作持ってったけど出番が思ったより少なくて見せれなかった。見たかった。写真でも送ってください。カボさんの描く絵大好き。なんかもう料理ってこんな手間かかるんだと思ってすんごいびっくりした。みんなでもね、なんかね一個だけ見えたんだよね。うちはピアーリーナ大きいじゃん箱が。だからそんななんか嬉しい。なんか出るか出ないかもわからない中でそうやってなんか持って行ってくれることはめちゃ嬉しいですね。違って自分のすぐ来るもの、なんかいろんな人のところをたどってあれこれリアのうちわじゃないみたいな感じはあるかもしれない。けどなんかそうやってねやってくれるの嬉しい、超嬉しい。なんかリアルイベントしたいな。リアルイベントあったらみんな来てくれますか？みんなイベントしたら来てくれる？ファンミ。なんかめっちゃ遅れた誕生日会とか。やりたい。半年遅れの生誕祭やったらみんな来るかな。いやでも本当にねやりたいなって思ってんの。半年遅れの生誕祭今からやるとしても7月8月とか。
8月あたりなら夏休み取れるけど。夏休みね夏休みね。やりたいな。なんか今回はちゃんと、なんか前は初めて生体イベントやったからちょっとよく分かんなかったんだけど、今回はガチで盛大にやりたい。なんか衣装とかもちゃんとがっつり用意して、前はねなんかビンゴ大会とかね、曲3曲歌ったりとか、曲もなんか今回はちゃんとなんか自分が歌いたいやつをなんかちゃんと振りとかも練習してやりたい。なんかねアイドルの生誕性をやっぱここ1年ぐらいで見るようになってね、なんかうわーこれいいなあれいいなとかやっぱ思うようになってきて、やりたいんだよ。今日もからちょっとほんと生体イベント見えるなら夏お盆期間はむずいか。ケーキあった、用意してくれたマネージャーさんから。曲はもうちょい増やして。わかった。そう、ちょっとやりたいこといっぱいあるね。まあね、私物ビンゴ大会もねちゃんと、私物ビンゴ大会やるってなったらちゃんと集めとくよ自分の私物。いやもうね、8月7月8月あたり考えておきます。ヘッドホンとスイッチャー当たらない、ごめんそれは当たらないな。ヘッドホンとスイッチは当たんないな、それはさすがに。買ったばかりだからな。こ
高額商品すぎる。リラが破産しちゃう。リラちゃんが破産しちゃうよ。6時になったら顔出すね。顔出、いたいた。顔出して、ハンバーグを焼きます。ウニタは寝てる。ウニも当たらないです。ウニタも当たりません。PS5 え、欲しい、くれるの？欲しい、シンプルにリラが欲しい PS5。 ちょっとお腹空きすぎたからお菓子食べる。ゲームするよ結構。ゲーム やり始めたら止まんないからね、リラ。だからあんまやらないようにしてるんだけど。ウニチェキ、ウニチェキ欲しい人いんの？眠り王子だからな。ウニ寝てる。眠り王子ウニくん寝てます。ウニのぬいぐるみ、やばいよ。一時期つむつむしすぎて、マジで1日7時間ぐらいつむつむしてた人があったから、病気。そう、つむつむ依存症になりすぎてね、つむつむやってないの今。やめてる。スイッチね、1個はね、2個買う、あれ決めてよ、ゲームのあれ。ポケモンとスマブラは買おうと思っています。
カービィのゲーム。まあ前からうちの弟もなんかめっちゃ言ってたな。何をポリっているの。お菓子ハンバーグ食べる前にポリポリしてます。ポリポリやめよう。ああ、そろそろ動き出そう。初お披露目キッチン。そんな広くないけど別に。お披露目大会や今日は。ウニタ爆睡。よいしょ。初キッチンじゃない？初キッチンだよ。本邦初公開。でもね、うん、ね、フェレットがね、そもそも夜行性だからね、マジで夜中ずっと起きてる。昼間は寝てる。いや私かな。このサムネ気に入ってね、なんかね、気に入ってるっていうかね、ずっと変えてない、ずっとこれなの。同じ夜型だよ。
縄も沖縄帰りたい。いつでも帰っておいで。いつでも帰ってきたいな。じゃあそろそろちょっと準備しよう。キッチン準備。だから沖縄の人と喋ってたらなまるね。リラ、どういう風に映そうかな。どうしよう。どうしようかね。キッチンっていうキッチン映せないな。置くとこがない。どうしようマジで。おはぴよ。ここで精一杯。キッチンじゃないけど、ここキッチンだけど、キッチンっていうキッチン映せないな。みんなおはよう。みんなおはよう。こんばんはか。こんばんは。部屋着です。暑いから。暑いからこんな感じですけど。部屋着だよ。一応本邦初公開キッチン。あんまキッチン感ないね。ね、ほら紫なの分かる？結構紫じゃない？
え、結構紫でしょ。そう、紫なんです。紫よね。じゃあね、早速リラちゃんが作ったハンバーグ見せたいと思います。その前に炊飯器片付けていいですか。炊飯器片付けないと前髪ハゲなんだけど、フライパン使えないから炊飯器だけ片付けます。結構この紫ね、お気に入りちゃんです。ちょっと待ってね。炊飯器除菌中。そうでもね、光の加減もあるけど、こんな赤くはない、あ、こんな紫くはない気がする。光もありそうですけど、炊飯器入れるところ、はい、なんとか入った。よし、炊飯器入れてきた。
じゃあリラが作ったハンバーグを見せます。じゃじゃーん、ないよねこれ。いやん、いやん、リラが作ったハンバーグでーす。チビハンバーグ、このチビちゃんをね焼いていくよ。ハンバーグ作れたんだよ。だから腐ってないから心配なんだけど大丈夫だよね。土曜日の夜中に作ったハンバーグ。私はキッチンじゃないからあれなんだけど、普通にレシピめっちゃ見て作りました。冷凍しとけばよかった。まあ、いっか、大丈夫だよね。次はお腹すいて。よし。いやでもね、我ながらね、このハンバーグは本当美味しかったと思う。お料理配信ってなくない？焼くだけだけどね、お料理配信もね、したい。ちょっとリラの料理を、リラの料理をみんなに見せたい。ね。フライパン完了。ソースはリラはケチャップ派だからケチャップで食べます。それと砂糖のご飯これを一緒に食べます。フライ返しをみんな今日何食べるの？前前今日何書こうかな。なんかデミグラスソースよりも私はケチャップがですね。フライ返し、
洗った。油を入れて、もうね油もなくなりそう。この油ね、引っ越した時に、あ、一人暮らしを始めた時に買って、もう2年ぐらい使ってる油がようやくなくなるやばいよね。過ぎたな、まあ、いっか。ではハンバーグ焼きます。やってらっぴー。大丈夫かな、これさ、でもさ、ハンバーグって焦げやすいから。あ、したかったんだけど、チーズ買うの忘れた。爽やかってとこのハンバーグが食べたいかも。でもいいわ、一番。恵んでください。いい匂い。ハンバーグ2個食べるよ。ミニサイズなの、このハンバーグ。ハンバーグの焼き加減ってさ、難しいよね。
今中火でじっくりコトコト焼いてます。え、待って、マジでリラうまいんだけど、見て、見える？見えないね、あんまり。バンニクとお好み系美味しいよね。美味しい。うん、チーズないの。チーズ欲しかった。目玉焼きあんま好きじゃないんだよね。でもリラ卵ある。でもオムライス作った卵、もうそろそろ良さそう。揚げても揚げても、いい感じになってきた。揚げちゃいます。もう見て、よし完成。焼いただけだけど、できた。ウニ起きてるやんけ。よいしょ。定位置。やばい、事故。ってことで接触がない。よかった、汚くなくて。めっちゃ汚い日あるから汚くなくてよかった。見てなかったことにして、あれ見てない、見てなかった。今見てないで、見てないで、見てない方がいいんですけど。
なく。よいしょ。では。ではでは。よかった、ほんと、なんか窓とか開けれなくてよかった。では、ランリーが作ったハンバーグちゃんを実食します。見て。結構ね、綺麗な形してるの、割れずに。ストーリーに載っけようか。なんて書こう、なんて書く？ケチャップに。ウニタ、ウニタおはよう。なんて書こう。なんてかこう、ちょうど2個ある。なんてかこうか。書いたストーリーに載っけますね。抜けた。じゃあ食べます。よいしょ。ではいただきます。おいけちゃする。おいしくない、メイド喫茶やん。お、肉汁が。半生じゃないよね。うわ、怪しい怪しいけど大丈夫か。うん、おいしい。え、マジでさ、リアハンバーグ作るのうまいかもしれない。特に何しちゃったわけじゃないですけど。
構ガチでうまい。沖縄です。うん、福岡ももうこういう感じ。これでお腹壊したらマジ笑う。美味しいです。ね、ほんと、リアって料理作るの得意かもしれん。あ、怖い。なんか自炊するのってさ、時間かかるけどいいなって思いました。でもいいなって思ったけど、でも自炊してもしなくてもなんか結局火にかかるご飯の食費は変わんなさそう。え、卵買いに行ったの400円近くしてびっくりした。今卵がそんなすんのって思って。卵400円ってやばくない？ 10 個激ヤバ案件。あ、でもね、玉ねぎ大量に入れたからかな、なんか美味しいのかな、玉ねぎのあれは。高くない？ 400 円。なんか400円はあまりにも高すぎると思って別のとこ行って行ったけど、それでも380円とかだった。うん、高いんだから。大丈夫かな、ハンバーグ。なんか気持ちお腹痛くなってきたんだけど、大丈夫か、気のせいだよね。やばいよね。気持ちだよな。最近すぐお腹痛くなってたからさ、大丈夫かなみたいな。いや大丈夫大丈夫、多分玉ねぎの味。うん、お腹壊したらお腹壊すよね。お腹壊したらお腹壊す。
丈夫みんな何食べるの夜ご飯酸っぱくない何かでもケチャップの色で赤く見えるだけかも。タコライスいいね。タコライスとかね、タコライスとか簡単に作れるから。さっきラーメン食べてきた。いいじゃん。さっきまたパスタ食べた。また食べたの？うま。うま。爪少しゴージャスになってる。前と変わんないよ。ウニも餌食べてる。でもカニクリームコロッケは作ってみたいかも。カニクリームコロッケ作るの大変そう。でもカニクリームコロッケってどんなやつ作るんだろうね。ちゃんとあのカニクリームコロッケってカニなんかな。ペシャメラナイト。ペシャメラナイトって何。カニクリームコロッケ作るのハードル高いから。揚げ物はね、さすがにね、やったことないね。ちゃんとしたやつにはちゃんと入ってるよ。あ、そうなんだ。ホワイトソースみたいの作って冷やしてから衣つけてあげるんだっけ。冷やすの？どうやって作ってんだよね。だってさ、カニクリームコロッケってさ、噛んだらさ、結構ドロドロってさ出てくるじゃん。コロッケの具？なんだろうね。コロッケとかあんま食べないからな。かぼちゃコロッケとか。
食べるなら。でもね、あの沖縄にねユニオンっていうスーパーがあってね、ユニオンのコロッケはすごい美味しい。なんかちょ怖いからさ、一回レンチンしてくる。大丈夫だと思うけど。気持ちユニオンのコロッケマジ美味しいよ。180円ぐらいだっけ、あれ300円ぐらいだっけ。そのドロドロを冷やしてちょっと固めるみたいな。そうなんだ。ちょっと待っててね。また何クリームコロッケ、いつかチャレンジしてみたい。うん、でも3時間とかかかりそうじゃない？そんなかかんないかな、さすがに。
カニクリームコロッケ所要時間120分って書いてんだけど、やばくない？めっちゃ時間かかるじゃん。覚悟して作んなきゃいけないね。ストーリー上がってなかった。待ち時間が多いのかな。あ、冷やすとかそういうのとかも含めて。どうか。ハンバーグストーリー上がったよ。ペシャメルソース、ペシャメルソースっていうの。カニは缶詰。カニの缶詰。カニの缶詰。カニの缶詰。まあね、作るときに作る機会があればがっつりね、がっつりやりますか。うん、今いいぐらいの硬さになったハンバーガー。さっきちょっと半生っぽかったからレンチンしてよかった。ウニタ、ウニタまた寝ました。でもね、最近自分の名前を覚えてきてね、反応してくれるようになったの。聞いてて、ウニウニウニ、ダメだ眠気の方が勝ってる。みんなね、きっとね、リラがハンバーグを食べてることによってね、ハンバーグ食べたくなりますよ。お味噌汁、お味噌汁も好きだよ。お味噌汁作るの好き。作るのじゃない、お味噌汁飲むの好き。うわ、でもハンバーグ作るのうまいかも、マジで。リラ自画自賛。
まあな、ハンバーグ作るの時間かかるからな。みんなもコンビニでハンバーグとか買ってみて、作ってみたりしてください。まだご飯が半分残ってる。どうしよう、お茶漬けにでもしようかな。これでも多分ね、夜中になったらうるさいと思う。沖縄では味噌汁に何を入れるのかな。ね、あれあれ入れます。レバー、レバーのお味噌汁って結構沖縄では有名だな。でも、え、味噌汁にレバー入れるのって思うじゃん。これがね結構美味しかったりするんですよね、レバーのお味噌汁。そう、昨日レバーの焼き鳥食べたばっか。レバーもさ、レバーのお味噌汁はすごい好きなんだけど、なんか焼き鳥屋さんで食べるレバーとかレバ刺しとかあんま好きじゃない。生が嫌なんかな。けどなんだろう、ちっちゃい時から食べてるから慣れもあるのかな。レバーのお味噌汁はめっちゃ好き。実家とか帰ってきたらたまに出てきたりするから、ああ懐かしい味だなって思いながら食べたりしてます。レバーのお味噌汁、ヤギ汁はね食べたことあると思うけど記憶にないけど、海蛇はちょっと海蛇はちょっとリラダメだな。海蛇汁、食べたら長生きしそうな長生きしそうなものばっかりですね。なんかハンバーグ食べたし一曲歌おうかな。お肉を食べた後に歌うといいって言うしね。だったら準備しなきゃ。なんかありますか。
みんなまだお仕事中だったりするかな。適当になんか歌おう。成功到底ないんだよね。最近よく聞く曲、あ、でもこれ今から歌うやつは最近聞いた。普通に電車乗りながら歌います。一曲だけ歌うぽい。満員電車今ハッピー、押されたって今ハッピー、出会って同じ車両、あなたがいるから憧れ。試験前でも今ハッピー、勉強何もしてないけどなぜか心弾む恋をしてるから。気がつけば私好き好き好きの笑顔、想像だけでも頭の中お花畑、目に映るすべてそう輝いて見える。なんで今まで青春に気づかなかった。教室だって今ハッピー、つまらなくたって今ハッピー、今朝も会えたあなた思い出してみる。ドキドキ部活中も今ハッピー、練習本当につらいけれどちゃんと頑張ってるよ、恋もしてるから。生きてればきっと嫌な嫌なこともあるよ、落ち込んでいたらもう足りない、バカバカしい今日という景色、そう幸せなことをいっぱい見つけて毎日を楽しもうよ。満員電車今ハッピー、押されたって今ハッピー、だって同じ車両あなたがいるから。心弾む恋をしてるから、たった一瞬を大切にして、今の小さなハッピーを集めればずっと幸せだよ。教室だって今ハッピー、つまらなくたって今ハッピー、今朝も会えたあなた思い出してみる。ドキドキ部活中も今ハッピー、練習本当につらいけれどちゃんと頑張ってるよ、恋もしてるから。ハッピーハッピーハッピー、恋もしてるから。でした。今ハッピーめっちゃ好き個人的にね、なぎちゃんが、まあ、センターということもあってめちゃめちゃ好きです。お花畑だよね。満員電車なんてハッピーなんて思ったことないけど、満員電車今ハッピーって思えるくらいの素敵な青春時代を過ごしているということ、素敵です。
とね、準備しよう。もう7時じゃん。7時なので準備します。なんか最近はこの時間帯がなんか私の配信時間帯みたいになってきてね。でもね、この時間帯だと微妙いから見れない人とかもね。結構いたりするからね、もうちょっと遅くにできたらいいけど。今日はなんか5時ぐらいから配信してたけど、最近6時くらいからね配信したりしてるから。みんなってさ、いつも何時に寝てるの一体。何時に寝てますか、皆さんは。なんか人のさ、なんか寝る最適時間が分かんないんだよね、リア。変わる前に寝てる。お前大体そんなもんか。日付変わる前には寝てるとか、その付近。夜中の2時か3時くらい。まあまあ起きてるね。みんな日が変わるくらいか。0時過ぎには寝る。まあでもそっか、0時過ぎとか日付が変わるくらいが多いのかな。ヨーロッパ時間どういうこと？日付変わる前に寝るか。なるほどね。
森山はいつかはさ、ちゃんと日付変わる前に寝る生活したい。もうランリーなんてよくわかんない、もう不規則わかんない。でもリラはもう昔から夜行性だから。なんかもう夜行性人間だからね。もう高校生の時も寝たふりしてたけど毎日2時3時ぐらい寝てたかも。南国夜行性ですよね。でもなんか友達も多い気がする、みんな夜まで起きてる子とか。南国って夜行性なのかな。夜行性なのかもしれない。なんでなんだろうね。なんでかわかんないけど。頭の中には24時間君がいて、前世がフェレットだったんじゃない。でも俺リラの前世人間なの、わかんない。本当かどうかわかんないけど、リラの前世ってね、人間らしいよ。本当かわかんないけどね。占いで言われた。本当かわかんないけどね。電話占いで言われたから嘘か本当かどうかも曖昧ですけど。なんか生き別れの双子の兄弟がいるらしいよ。絶対嘘だと思うけどね。絶対嘘だと思うんですけどって言ってた。だから他の占い師のところにも行って私の前世何ですかって聞きたいよね。聞いてみたいわ。ランリーって本当に実在するのか。当たり前でしょ、実在するよ。でもおもろいよね、生き別れの双子のお兄ちゃん弟がいるみたいな感じだった。でも別のとこでやったらあなたの前世はネズミですとか言われるかもしれないもん。前世ネズミって嫌じゃない。あなたの前世は天皇陛下の娘ですとか言われたらびっくりしちゃう。
ね、どうなんだろうね、当たるかどうかわかんないけど。立派なネズミ、やだ。前世の記憶ある人なんているの？怖っ。なんかでも一回さ、アンビリーバボーでさ、なんか生まれる前の記憶を持ってる女の子みたいなやつ見たけど、本当にって思いながら、すごーって思った。催眠術とかもかけられてみたい。自分も昔ユタの人に海外の星を持ってるって言われたことあるよ。へえー、マジ？ユタ、いやユタ本当っぽそうじゃない？ユタは。でも催眠術かけられてみたい。リラ、催眠術なんてかかるのかな、本当に。催眠術かけられたことある人います？いないか。いや、かかるかな、かかんない気するけどな。リラすぐかかりそう？かかりそうに見える？リラ、リラかからない自信があるんだけど、催眠術かかるかな。リラ催眠術かけられたい。一番何したいですかって言われたら、今は一番催眠術かけられたいかも。催眠術かかってみたい。催眠術とかある？かかってみたい催眠術。なんだろう、かかってみたい催眠術って何？あー、じゃあ、なんだろう、ない。催眠術にかけられてみたいだけ。で、なんかあれやってほしいとかはないかも。ただただ催眠術にかけられたいだけ。本当にかかるのか。かけられたいですね。催眠術、でもそれやってほしいかも。催眠術でリラ、キノコが世界で一番嫌いなんですけど、キノコを食べられ、キノコやりたい。キノコ、本当にキノコが食べられるようになるのか。キノコが美味しいって思うのかやりたい。
キノコ以外にも嫌いな食べ物はあるけど、キノコだけマジで食べれないんですよ私は。そんな中、キノコが本当に食べられるようになるのか、催眠術にかけられた際はやめよう。味もダメだし食感もダメ、見た目も嫌い、全部嫌い。匂いも嫌い。何もかもが好きじゃない。キノコの。っていう感じですかね。催眠術で明かされたなんか感動的な韓国のドラマみたいなのありそう。できるかな。いや本当世界で一番嫌いだねキノコは。何が何でも好きになれないかも。キノコっちは。メイク終わったよ。お茶漬け食べてちょうどいい時間帯な気がする。お茶漬け食べて終わります。チーズは食べれなくなるわ、しんどいな。チーズ食べれなくなるわ、しんどい。なめこも無理。てかもうキノコ類全部無理。もうキクラゲですら最近食べれなくなっちゃったんだから、ダメだね。最近昨日ねお話し会前にお買い物しに行ったんですけど、サンダルを買った。なんかサンダルね、去年の夏買おうと思って買いそびれて買えなくってああと思ってたら、なんか買いたいなって思ってたサンダルがもうネットで売り切れになってて、買えないじゃんと思ってダメ元でね店舗の方に行ったら、たまたまラス1で売ってて、今年の夏はこの靴を履きたいと思って買った。かわいいよ。かわいくないですか。ラス1だった。L サイズが欲しかったけど M しかなくて、一応試着したらね M でも大丈夫そうだったんで M 買ったんだけど、買いました。今年の夏はこのサンダルをいっぱい履こうと思ってます。そう、なんか黒もあったんだけどね、やっぱ店員さんが白の方が人気ですよって言ってて、夏っぽくて。そうですよねって買いました。
ぱい入っちゃうんだから。もう最近もでも全然服も買ってない。このままもう詐欺マナさん服も買ってないからね。買いたい、欲しいなって思ってるんです。服、お湯を言ってくる。キッチンがすごいハンバーグのいい匂いで充満してる。梅茶漬け派なんだけどさ、鮭茶漬けしかないから鮭茶漬け食べる。結構な頻度で買い物してない。え、全然買い物してないよリラ。服も全然買ってないし、全然買い物してない。まあでも一人はしてんのかな。まあでもね、私服衣装とか結構使うからね。いるんですよね。梅茶漬けに入ってる何かの実みたいな言い方、あるよね。雨降ってんの？雨降ってんじゃん。雨か、雨やだな。あるよね、でもなんか木みたいなやつ。あれ、東海地方も梅雨入りしたんだ。梅雨入りしたのか。じゃあどこももう梅雨だね。ちょっと入れてくる。砂糖のご飯の中にお湯を入れるという強気なことをしてる私。
気に梅雨入りだね。もう鮭茶漬けもいいね。お茶漬け久しぶりに食べた。めっちゃ美味しい。今日ももう近々来るかね。お酒飲んだって閉めとか、うん、うんとか言って飲んだことないけど、じゃあね、この辺で時間も時間なのでちょっとゆっくりしすぎちゃった、時間忘れてた。じゃあ終わりまーす。ランキング見ます。で13位イーレクさん、ありがとうございます。そして12位がポコさん、ありがとうございます。そして11位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして10位が暁さん、ありがとうございます。で9位が鈴木一郎さん、ありがとうございます。そして8位がオグリン、ありがとうございます。そして7位がフグタン、ありがとうございます。そして6位がキングスさん、アットマークイラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がヨルオリュウさん、ありがとうございます。そして4位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がツインピーマーさんです。ありがとうございます。久しぶりに長くやったね。気づいたらめちゃんこ長くやってたけど、また明日もやりまーす。ので明日は昼か夜かどっちかやるので、また見てくれたら嬉しいです。お話し会もね、昨日参加してくれた皆さんありがとうございました。またお話ししましょう。ということでこの辺でさよなら、アンディ。バイバイ。ブログ絶対今月中に書くから待っててね。おやすみ。おやすみじゃない。バイバイ。